皆さんこんにちは。1月22日の運動塾通信を、再録画しています。で、結局音声の録音が良くなかったのでもう一回録音してるんですけども、内容についても今7月の23日ですが、半年以上経ってますけれども、内容についてもう一回新しい情報を、加えて解説しています。で、この記事は、エコノミストの1月9日の記事で、中国にどう対処するか、香港での逮捕とヨーロッパの貿易取引を見ていると西側諸国は尻込みしている。まあそうですね、まあ、ただボリス・ジョンソンのイギリスはやっぱりよっぽど中国のこの香港の行動に対して頭にきていると思うんで、そういうことはないと思いますけれども、特にドイツなんかは明らかに尻込みしていますね。イタリアもそうですね。中国とべったりです。べったりですから。あ、この図は、貿易取引相手国の数ですね。中国はもう60を超えてる。アメリカは40を切って、ちょっと切ってるぐらい。で、まあ、中国は貿易相手諸国に対の数ではもうはるかに優勢だという、そういうあれですね。貿易相手国で中に入っていきますと、まずは中国の力を認識しなければならない。中国は押さえつけるには大きすぎるし、相互に絡み合っている。サプライチェーンね。世界の GDP の 18% もある。16兆ドルですね。64カ国の最大の取引相手だ。アメリカは38カ国でしかない。中国の資本市場は重要になってきている。外国の投資家は中国の国債を 10% 保有している。中国はその規模と複雑さが故に、その関係は不信感が、その関係は不信感がある。その関係にはっていうと思うんですが。不信感がある。民営企業が共産党からの関与を受けていないかどうかは誰にも分からない。まあ、実際には今回ジャック・マーの、アリババの件もそうですけども、真っ向から関与を受けましたね。産業への補助金とか香港の法の統治のように中国政府の言うことは当てにならない。当てにならない。西側諸国は人権問題では中国と対決するべきだし、貿易問題での多くは競争することになり、健康や気象変動では協調するべきだろう。健康ってまあ、よく言うんですけど、パンデミックのことですかね。まあ、気象変動は明らかに今バイデンは協調しようという動きでやってますし、これは問題は起こらないと思いますね。ただ問題はですね、今シリコンが半分ぐらいのシリコンが新疆で生産してるんで、ウイグルをなんとかしようという新疆地区の製品を買わないとなると、太陽光発電がアメリカにできなくなっちゃうんで、それはどうするんですかね。ちょっと分かりませんね。貿易に信頼が置けないのであれば、西側諸国は一致協力してことに当たらねばならない。主要な西側諸国はまだ GDP の半分以上を確保している。まあ、中国は 18% ですからね。貿易で受け入れられない領域を明確にするために、技術や防衛のような最新の知恵を必要するような産業を明確にするべきだ。こうした領域には中国の参入に気を配り、制限するべきだ。他の産業は自由にしてよい。各国は人権問題については共通の認識を持ち、サプライチェーンが倫理にかなっているか検証し、企業はこうした虐待に関与していれば罰するべきだ。ではさっき言ったシリコンみたいなのもどうするんですかね。こういうふうに言ってるとちょっと矛盾しちゃってできなくなっちゃいます。中国と取引する国は結果が予見できる規則とその施行を行わなければならない。トランプのように思いつきで行動したような、難しいところですね。例えば防衛問題とか技術問題だって、どこが技術でどこが防衛領域なのかっていう、でその産業が何なのかっていうのは明確にできませんからね。ここに彼が言ってるようなことは、まあ現実的じゃないですね。だからそれがやっぱり一番大きな問題で、
だから今回バイデンも500人 の、 その中国の留学生を拒否したのはそうした背景もあるんでしょうね。全く切るってことはできませんからね。ヨーロッパのアメリカへの冷たい手でもなくても、バイデンにとっては気の滅入る仕事で、 NATO とか戦後の貿易システムの創設と一緒だ。その当時と違ってアメリカの評判はもうない。まあこれはトランプがそうしちゃったんですね。富裕国は中国を警戒している。トランプは中国との取引に失敗したが、失敗したっていうかな、これまあ強圧的に出たけど、中国はその態度を変えなかったってことですかね。それは彼の無能力と同盟国への軽蔑のせいだ。まあ無能力ってちょっと問題ありますけど、同盟国への軽蔑ってそれはそうですね。バイデンは世界から祝福を受けて1月20日に就任する。だから自由主義国が団結できる。 G7 を拡大して中国に行動を起こす。まあその通りでやってますね。それはいいですね。中国に対して開かれた社会と自由主義市場を主張することができる。まあ主張しても開かれた社会を中国がやれるか、自由主義を市場を守るかどうかってそれは当てになりませんね。ただそれも長くは続かない。自己主張の強い専制国家に対して中国ですね、西欧諸国に中朝と分裂があってはうまくいかない。これ新西側諸国っていうのは、これはやっぱりトランプが反ヨーロッパってやったんで、それに対する後をまだ引いてるんですね。アジアにも一緒です。でそれをバイデンが今苦労して回復しようとしてるっていうのは実態ですね。そういうことですね。でここではですね、この記者が言ってるのは、西欧諸国は貿易に信頼を置けない部分については、そのなんとかそれをその規制するとか、技術と防衛についてはね、そういうルールを設けるとか言ってますけど、そんなこと言いませんよね。ですからここでのタイトルとして、中国にどう対処するかっていうことで、まあ彼の意見はまああんまり参考にならない。だからただやっぱり貿易、まあ、政治の対決っていうのは新疆とか香港の問題ありますけど、南シナ海の問題もありますけど、あ台湾ね。でこれはそれで個々別々に対応する必要があるんですけど、経済についてはですね、やっぱり切れないんですね。切れないんですけれども、やっぱりその最近のエコノミストの記事で言ってた中でですね、面白い記事があって、切れないんだけれども、いつ撤退してもいいようなつもりで関与するべきだろうというのは僕は正しい。それから技術についてはですね、まあ、中国がやっぱりその合弁企業とか現地に出すと、その技術をよこせと言ってくるんで、それについてテスラなんかいい例ですよね。あそこまで深く大工場をやってしまって中国から一山もつけられると本当に困るんですよね。だからいつでも撤退してもいいような参画の仕方をするっていうことですけど、この中国の経済のこのものすごく爆発的な経済力が拡大していく中で、いつでも撤退しているような投資だけで済むんでしょうかね。そういう意味からしますと、明確な答えがまだ出てないっていうのが回答ですかね。しかもですね、中国は最近アリババとかですね、そういうふうな中国の IT 企業にすら国家権力を介入しようとしてきてるわけですからね。でどこまでその我々が関与していくのかってことは難しいところですね。これからまだ議論する議題としては中心課題であると私は思います。